じゅんじいさんの紹介文があるんですよ、いただいてるんですよ。自分が初めてオタクコンテンツにハマった頃を、その時のワクワク覚えてますか？最近自分はもうオタクではないのかも、そんなことを感じる人にこそ見てもらいたい、あの頃のワクワクがいっぱい詰まった、そんなショーにしたいです。さあ、それでは踊っていただきましょう。ミネショーケース、ラストショーケース、ピックアップショーケース、ジュンジI'm not afraid of the dark.
少しだけ語ろう。 SOS 団はこの度ようやく設立申請の書類を生徒会に提出した。市内の不思議探索パトロールも継続中で、今日はその2回目だ。俺は一人春日を待っている。最後にやってきたものは罰金という定めがあるからだ。あのしかめっ面が参加率の低さを嘆くものなのか、俺に遅れを取った不覚を嘆いたものなのかはわからない。後でゆっくり聞いてやろう。しかしまあ結局のところ最初に話すことは決まっているのだ。そう、まず宇宙人と未来人と。ニコニコプレミアム継続します。本当にそういう気持ちになりました。